それでは、南アフリカワールドカップを戦う23名を、発表させていただきます。ゴールキーパー奈良崎、川島、川口、ディフェンス中澤、トゥーリオ、今野、岩政、駒野、長友、内田、ミッドフィールダー中村俊輔、遠藤、中村健吾、稲本、阿部、長谷部、本田、松井、フォワード岡崎、玉田、大久保、森本、矢野、以上の23名に決めました。岡田監督、ありがとうございました。今発表のございましたメンバーに関しましては、会見終了後にメンバーが記載されたリリースをお配りいたします。それでは質疑応答に移りたいと思います。本日は最初に代表質問を行い、その後に皆様からのご質問をお受けいたします。それでは代表の方、よろしくお願いいたします。それでは代表質問は幹事社の TBS より行います。岡田監督にお伺いします。23人を決めた今の率直なお気持ちはいかがでしょうか。まあ、いよいよあとは本大会向けて、最高の準備をして、戦いに行くんだというすっきりした気持ちです。今回の23人を決めた選考の基準は何だったんでしょうか。チームが目標に向かって勝つために、どういうメンバーがいいかと、いろんなシチュエーションを想定して、どういうタイミングでどういう状況だったらどういう選手がいるということで決めました。そういう意味では力のある選手を上から23名選んだというわけではありません。そのお考えをもとにポジション別に少し聞いてみたいと思います。ゴールキーパーで奈良崎、川島、そして最後に川口の名前を呼び上げられましたが、川口慶和選手が入られた理由は何でしょうか。まあ、川口にはまあ、第三キーパーという非常に難しいポジションの中で、彼のリーダーシップ、このチームの中で選手から一目置かれている彼の存在というのが、この大会を戦っていく上でどうしても必要だというふうに考えて彼を選出しました。ディフェンダーの中ではセンターバックとしては岩政選手も選ばれました。このディフェンダー陣の中での基準、そして選ばれたポイントは何でしょう。まあ、それぞれいろんな状況に合わせて使い分けていきたいと、まあ、今までトゥーリオ、中澤というのがずっと4バックでやってきましたが、彼らがもし怪我でという時には、まあ、他のやり方も考えなきゃいけないということも想定して、それとともにやはり我々が勝ち点を取るということを考えると、最後にパワープレーとかをされる可能性がある、セットプレーとか、そういうことに対する対応、いろんな状況を想定してこのメンバーを選びました。ミッドフィルダーは日本でも候補の選手がたくさん多いポジションでした。今回のメンバーで選ばれた選手、そして外れた選手の中にも有力候補と言われていた選手もいました。今回のメンバーを決めたポイントは何でしょう。先ほどと一緒でですね、まあ、こういう状況になったらどの選手が生きるだろうって考えていった上で、できるだけその役割がダブらないように、いろんな状況に対応できるようにということで、このメンバーを選びました。候補の中にも入っていましたが、石川直宏選手、それから小野伸二選手、それから小笠原光男選手などの名前がありませんでした。外れた理由というのはお伺いできますか。候補を発表したことはないんで、私としてはこの23名を今発表したと、ここに名前がいなかった J リーガーはたくさんいます。その選手たちに対するコメントは、選ばれた選手に対してコメントはできますが、外れた選手に対するコメントは避けたいと思っています。では選ばれた選手の中からお伺いします。フォワードで矢野貴章選手が選ばれました。矢野貴章選手が選ばれた理由は何でしょうか。まあ、彼の豊富な運動量とフィジカルの強さ、まあ、ドローでいっているときとかに
彼を入れることによってセットプレーの守備、そして前線での追い回し、またはカウンターアタックでの飛び出し、そういう彼の、荒さはありますが、そういうフィジカル、スピード、運動量、そういうものを期待して、選びました。今まで岡田監督はメンバーについては 70% あるいは 80% は決まっていたというような発言をされていました。23人 100% 決めたのはいつ、どのタイミングだったでしょう。まあ、いつ決めたかと言われたら最終的には今日の朝です。もう一度、朝起きて、自分に問いかけて、もう一度メンバーを見直して、よし、これでいこうと、最終的に決めました。スタッフの会議などではそのメンバーを発表し共有し合ったのでしょうか。まあ、今日11時からって言ってたんですけど、みんな早くて10時45分ぐらいに集まったんで、そこの時点でもうこれは議論とかじゃなくて決めたというふうにスタッフには伝えました。だから5分ぐらいで終わりました、もうミーティングは。あともうこれ以上議論のすることはないということで、僕から一方的に伝えただけです。